前回の続きからやっていくわけですが、続く前にタマがバッドエンドになってしまっているので、これ原因わかってるんで、アチ君の行動を変えます。フォークリフトの時なんだよ。フォークリフトのところで、フォークリフトに乗って突進したんですよ。突進したんですけど、この段ボールの中にバーニングハンマーが紛れてて、バーニングハンマーを割っちゃうんですよ。瓶だから、バーニングハンマーダイエット飲料だから、これを阻止するのに段ボール箱を杖の男に投げつけてもらいます。やれ、アチは段ボール箱を杖の男に投げつけた。結構重い。これならそれなりにダメージを与えられそうだ。顔面に段ボール箱が直撃し、さすがの杖の男もひるんだ。もう一丁。さらに次々と段ボール箱を投げつける。これでとどめ。最後の段ボールはしっかりと封がされていなかったようで、杖の男に当たった瞬間にたくさんの小瓶が散乱した。小瓶はばらまかれた衝撃で粉々になり、路上に赤い液体が広がった。あれ、これはこれでダメなんじゃない？杖の男が顔を押さえてうずくまった。あれ、なんだ、いくらなんでもそこまで威力があったとは思えない。杖の男の顔を見ると赤い液体がついている。どうやら小瓶に入っていた液体が顔にかかったようだ。この液体ね、なんかすげえいろんな香辛料が入ってんだか唐辛子が入ってんだかで、めちゃくちゃ辛いんですよ。刺激物だから、そんなもん顔にかかったら大変だよね。よし、今のうち。アチと瞳は杖の男を置き去りにした。ってなったら続くんじゃないか。これでいいんじゃね？そうですね。これタマちゃんが動けるようになったはず。とりあえず戻ろう。戻ろう。ここからですね。この後からですね。ミラクルストーンに関しては前回を見てください。搬入口から表に出ると。あった！あった！確かに段ボール箱が道路に転がっている。転がってる？かわいい。なんで転がってるんだ？急に嫌な予感がしてきた。私は恐る恐る段ボール箱を開いてみた。悲鳴を上げたまま気を失いそうになった。そこにあったのは、粉々に割れたバーニングハンマーの小瓶だった。え、これバットじゃないの？続くん。続くん。お前。続くんや。完全にバッドエンドの見た目だったけど。あれで、加納がバッドエンド、確か、みのりかわに、確か、みのりかわが、遠山に動くなって言ったんだよね。で、この人のバッドエンドが崩れてないってことは、いやー、加納くん後でいっか。
先に大沢さんのキーパーアウト解きましょうか。さあ飛びましょうか。大沢さんがね止まってるんでね。大沢さんは何を見せられたんだろう。見てください、これ。液晶画面には思わぬものが表示されていた。瞳からのメールだ。大声を出しそうになるのをこらえてメールの内容を目で追った。男の人に追われています。拳銃を持っていて私の命を狙っているようです。なんとか無事なので安心してください。家族や警察への接触は犯人から禁じられました。このメールの件は内密に願います。ああ、瞳はこうやって連絡してたんだ。身の代金は犯人の手に渡ったじゃないか。あれは何のために瞳を。田中は小さく首を振る。わからないと言っているのだろう。警察はこのことを知っているのか。知ってるのならなぜ話さない。そこまで話して大沢は田中と顔を見合わせた。まさかあのことと関係が。大沢の声が震えた。いえ、たとえそうだとしてもひとみさんを狙う理由はないはずです。確かにそうだが。大沢は激しく動揺してきた。一度落ち着いて犯人像を考えてみませんか。田中が冷静なのが大沢にとって救いだった。マリアさんの誘拐、身代金5000万円。そして、ひとみさんが狙われる。田中の目が鋭くなる。もしかすると、これは、署長に恨みを抱く人間の犯行ではないでしょうか。恨み？そう言われても、まるでピンとこなかった。学生時代からウイルスの研究に没頭し、他人と深く関わることなく生きてきた。恨みを買うような知り合いはほとんどいない。研究所の所長になったことを恨まれるぐらいは、あるかもしれないが。それにしたって、所長になって何年も経つ。今更そんなことで、娘を誘拐したりするだろうか。最近の出来事。ああ、これ田中か。最近の出来事。帰国してから何か変わったことはありませんでしたか？帰国してからか。ドキリと心臓の鼓動が大きくなった。真っ先に、米国の研究所からの誘いが頭に浮かんだ。米国の研究所に移れば、大越製薬には迷惑がかかる。そのことで恨まれる可能性はあるかもしれない。しかし、今の時点で遺跡の件を知っているのは妻の愛しかいない。ない。ないな。何もない。席については、田中にも話しにくかった。大事なパートナーを置き去りにするようで、なんとなく後ろめたい部分もあったからである。せめてもの罪滅ぼしではないが、うまく米国行きが決まった場合は、会社には田中を後任の所長として推薦するつもりでいた。それでは、私がいろいろと情報を集めてみます。犯人は家族や警察への接触を禁じている。しかし、部外者の田中ならうまく立ち回ってくれるだろう。すまない。
君に任せる。とりあえず、ひとみさんとメールでやり取りをしてみます。その時、大沢は妙なことが気になった。ひとみの携帯のメールアドレスを、どうして田中は知っているのだろうか。君は、どうしてひとみのメールアドレスを。大沢の問いかけに、田中は困った顔をする。そのことについては、この件が終わったら、改めて。そう言うと、田中はトイレから出て行った。まだやってたんかい、これ。あ、流れた。やけに気になる言い方だった。まさか、田中と瞳が付き合っている。いくらなんでも、それはないと思いたかった。二人の年齢はいくつ離れているというのだ。いくつ？田中守は40歳、瞳は19歳。年の差はほぼ倍だ。倍。だからといって、お付き合いしていけないわけではない。年の差カップルの方が、結構うまくいくということも、あるがね。まあ、いっか。つまらない勘繰りをするのはやめて、大沢は再びトイレの詰まりを直し始めた。トイレの詰まり。トイレの詰まりの原因は、紙などの流動物、またはうっかり落とした固形物によるものがほとんどだが、ごく稀に、うんこが大きすぎて詰まってしまうから驚く。ちなみに、うんこのうんはトイレで気張った時の声のことで、こはその設備語である。以上、つまらないうんちくでした。お食事中の方ごめんなさい。ああ、なんかちょっと待って、普通に豆知識だわ。普通に豆知識だった。おや？またあんたか。またあんたか。目かっぴらいとるやん。梶原がバケツを持って戻ってきた。随分手こずってますね。まるで大沢が詰まらせたかのような言いっぷりだ。当たり前だ。こんなことやったことがないんだ。しかし、普段はもっと難しい研究をなさっているんでしょう。私にしてみれば、トイレ修理の方がよっぽど難しい。そんなもんですかね。何をしに来たのか、梶原は突っ立って見ている。私はウイルスのことなど全くわかりません。トイレ詰まりならすぐ治せるんですけどね。はあ？だったら君が治せばいいだろう。やはり梶原は人をイライラさせるプロのようだ。いいんですか？私がやって。いいに決まってるじゃないか。のんきに言う梶原に大沢はラバーカップを押し付けた。まあ、やれるんならやってくれよって感じだよね。ほんまに。トイレ修理を梶原に任せて、大沢は書斎に戻った。CD をかけ、ソファーに体を預けて大きくため息をつく。にゅ、ちょっと音下げさせてください。気分が妙にささくれ立っている。梶原という男にペースを乱されっぱなしだった。なんだ。書斎のドアがゆっくりと開いた。梶原です。勝手に開けないでくれ。すみません。トイレが治ったというご報告です。ああ、
そう。どうでもよさそうに言った。プロを相手にしたらイライラするだけだ。あれ、ずいぶんとあっさりしていますね。なんかもっと多めの言葉はないんですか？よくやった梶原、2階級特進だみたいな。大沢は大きなため息をついた。君ね、それでも刑事なのか。それはどういう意味で？真面目にも程がある。もっとマシな刑事に担当を変えてもらいたい。お言葉ですが、通常私のような所轄の人間が被害者宅に詰めることはないんです。だから我ながら照れますが、それだけ私が優秀な刑事だということで。梶原は得意げに胸を張った。警察関係者だけが集まる SNS で最も活躍する刑事としてグランプリに輝きました。 SNS 今は早いですよね。ソーシャルネットワーキングサービスの略、人と人とのつながりをメインのコンテンツにしたネット上の集会所、梶原が所属している警察関係者専用の SNS ポクシーポクシーは警察だけに取り締まりが厳しく、罵詈雑言、誹謗中傷、エッチな書き込み、つまらないジョークなどは瞬時に削除される。つまらないジョークぐらい言わしてやれや。大沢の首が痙攣を始めた。プロのおかげでイライラは最高潮だ。それにこれは内緒なんですがね、実はこの夏、私をモデルにした刑事漫画も始まるんですよ。刑事漫画、警視庁の広報誌に月1回連載する予定。梶原自身が作画を手がける。タイトルはすでに決まっていて、第1話噂の刑事カジ、第2話太陽に吠えるカジ、第3話私鉄沿線カジ、第4話夜明けのカジ、第5話刑事カジャック、第6話スケバンカジ、第7話危ないカジ、第8話はみ出しカジ、第9話踊るカジ、第10話宇宙刑事カジバン。に続くとなっている。これ全部あれですよね、あの刑事もののドラマとかのあの持ち字だよね。漫画ね。イライラが突き抜けて空笑いになった。聞きたいですよね、ストーリー。聞きたくない。 IT アットホーム刑事がパソコンを駆使して大活躍する話なんです。聞きたいでしょう。聞きたくない。私こう見えてもパソコンが得意で。ガジャオラは大沢のパソコンに目をつけた。わ、きったねわ、きったねスクリーンセーバーを解除してネットブラウザを立ち上げた。おい、勝手に触るな。静止したがすでに遅かった。パソコンのモニターに神木綾に特化した SNS サイト、あやネットが表示された。怒りで首が痙攣するせいで視点がうまく定まらない。ここの常連さんで？常連というか、なんというか。恥ずかしくて顔が赤くなった。いろいろありますけど、メインの居場所はどこで？私が行くのは、40歳以上のファンのコミュニティだけだ。おほう。梶原が興味津々といった面持ちでモニターを覗き込む。こんなプライバシーまで覗かれて、なんだか最大級の屈辱を受けている気分だった。わかった。梶原さんは優秀だ。すごい。見直した。だから。もう部屋から出てってくれ。大沢は梶原を書斎から追い出そうとした。頼むから私を一人にしてくれ。大沢は書斎から出て行こうとした。追い出すのが正義じゃないですか。追い出しましょうか。ねえ、バッドエンドはどっちもなんか大丈夫そうなんだよな。出てけ。もう部屋から出てってくれ。大沢は梶原を書斎から追い出そうとした。わかりました。わかりました。出て行きますって。でも、その前に。
梶原はポケットに手を突っ込んだ。バナナなんか欲しくない。いやいやいや、これは大沢さんにとって大切なものだと思いますが。ポケットから出てきたのはビニール袋だった。中に何か紙切れが入っている。それはトイレが詰まった原因です。大沢は恐る恐るビニール袋を受け取った。これを、同乗者の名前は大沢健二です。ビニール袋に入っていたのはアメリカ行きの航空券だった。来週末に渡米するために用意しておいたものである。机の中にしまっておいたはずが、どうしてトイレに流されていたのだろう。大事なものじゃないですか。トイレに流してしまうなんて不注意ですよ。梶原は意味深な笑みを浮かべた。もっとも、誰かに流されたのなら話は別ですが。大沢は思わず言葉を失った。誰かが航空券をトイレに捨てたのは疑いようもなかった。